ペール・ウェイブスは、イングランドのマンチェスター出身のインディーロックバンドで、ある。リードシンガーで、ギタリストのヘザー・バロングレーシーが、マンチェスターの大学在学中に、ドラマーのキアラ・ドラムと出会い、もともとは、クリークというバンド名で結成された。その後、ギタリストのヒューゴ・シルバーニとベーシストのチャーリー・ウッドが、加わり現在の体制となった。2017年にダーティー。 ヒットとレコード契約を結び、デビューシングル、ゼアーズ、エイハニーをリリース。その後、ヒットシングル、テレビジョンロマンスをリリース。翌年には、BBC サウンドオブ2018の投票で5位に、ランクインし、NME アワードでは、NME アンダーザレーダー賞を受賞。2018年2月に、デビュー EP、オールザシングス、アイネバーセットをリリース。 同年9月14日にデビューアルバム、My Mind Makes Noises C UK アルバムチャートで8位を記録。2021年2月には、セカンドアルバムとなる、Who Am I? をリリースする。ヘザー・バロング・レーシー。ありがとうございます。